ヨハネの黙示録第3章。サルデスにある教会の御使いにこう書き送りなさい。神の7つの霊と7つの星とを持つ方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。すなわちあなたは生きているというのはなだけで、実は死んでいる。目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの技が私の神の御前に完全であるとは見ていない。だからあなたがどのようにして受けたか、また聞いたかを思い起こして、それを守り通し、かつ悔い改めなさい。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように来るであろう。どんな時にあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さない人が数人いる。彼らは白い衣を着て私と共に歩みを続けるであろう。彼らはそれにふさわしいものである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。フィラデルフィアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。聖なる者、まことなる者、ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも開かれることのない者が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜならあなたには少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの街道に属する者、すなわちユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でなくて偽る者たちにこうしよう。見よ、彼らがあなたの足元に来て平伏するようにし、そして私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。忍耐についての私の言葉をあなたが守ったから、私も地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠が誰にも奪われないように自分の持っているものを固く守っていなさい。勝利を得る者を私の神の聖女における柱にしよう。彼は決して二度と外へ出ることはない。そして彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち天と私の神の身元から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書きつけよう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られたものの根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなたに勧める。富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため
目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私をその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。